マラカナンの悲劇、またはマラカナッソは1950年7月16日にブラジルリオデジャネイロのエスタジオドをマラカナンで行われた 1950FIFA ワールドカップの決勝リーグ第3戦、ブラジル対ウルグアイの試合でブラジルが優勝を逃したことを指す通称である。開催国として初優勝を目指すブラジルは1次リーグを2勝1分で突破した。決勝リーグには ブラジルのほか、ウルグアイ、スウェーデン、スペインが進出した。ブラジルは、同リーグでスウェーデンを7-1、スペインを6-1の大差で退けていた。これに対しウルグアイはスウェーデンには勝ったものの、スペインには引き分け、1勝1分となっていた。つまり、ブラジルはウルグアイに対し引き分け以上であれば優勝が決まる状況にあった。最終戦を残しての順位は以下の通りであった。 チーム 1V、チームにブラジル対ウルグアイの会場をエスタジオド、マラカナンには19万9854人の観客が集まった。この試合で、ブラジル代表は初めて白のホームユニフォームを着て、挑んだ。後半開始2分にフリアカのゴールで、ブラジルが先制し、ブラジルの優勝が決まったかと思われた。しかし、この時ウルグアイのキャプテンであるオブドリオ・バレラはチームに、 勝つ時が来たと声をかけたという。その後、ウルグアイは、後半21分に、スキアフィーノが、同点ゴール、後半34分に、ギジャが逆転ゴールを決め、そのまま試合は終了。この結果、ウルグアイが3大会ぶり2回目の優勝を達成した。会場は水を打ったように静まり返り、自殺を図るのまで現れた。結局二人がその場で自殺し、二人が、 ショック氏20人以上が出身し、ブラジルサッカー史上最大の事件となった。この事件を忘れるため、ブラジル代表は、その後ユニフォームを黄色に変更した。以後、白いユニフォームの着用を避け続けることになっていった。当時のブラジルはまだ人種差別が激しい時代だった。敗戦による観客の怒りは出場していた3人の黒人選手に向けられた。 特に GK のモアシール・バルボーザだけは死去するまで薬病神扱いされてしまった。当時9歳だったペレがこの試合後落ち込んでいた父親を悲しまないで、いつか僕がブラジルをワールドカップで優勝させてあげるからと励ましたというエピソードが知られている。その言葉通り、ペレは8年後の FIFA ワールドカップスウェーデン大会にて17歳ながら代表となり6得点を挙げて、 ブラジルのワールドカップ初優勝に大きく貢献した。この1950年の大会以来、2回目になる、ブラジルでの FIFA ワールドカップ開催となった2014年のブラジル大会で、ブラジル代表は、1950年に達成できなかった地元開催での優勝を果たして、マラカナンの悲劇を乗り越えることを期待されていたが、ベロオリゾンテのエスタジオ・ゴベルナドール・マガリアン・イスピントで、 行われた準決勝でドイツ代表に前半だけで5点を奪われ1から7という歴史的大敗を喫したこの大敗はマラカナンの悲劇にちなんでミネーロンの惨劇と呼ばれることとなった最終順位は以下の通りありがとうございます